はい、皆さんこんにちは。心理カウンセラーの乗滝健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、アメリカから、このような報告が上がってきました。それはですね、新型コロナと、インフルエンザ、あれの〇〇〇〇の同時接種、実は高齢者の脳卒中リスクがわずかに上昇しているんではないか。これアメリカのですね、FDA から出ている問題がですね、記事になっています。その件についてちょっとお伝えしたいと思います。その前にね、1点ご案内なんですが、11月の23日木曜日の祝日なんですが、これ愛知県の一宮市、僕の地元なんですけれども、ここでですね、まあ、声をかけていただきまして、ランチ付きのお話し会をさせていただきます。11月23日、一宮のですね、港屋さんというところで、お話し会をさせていただきます。もしよかったらまだお席空いてるみたいですので、ご参加、お近くの方はご参加いただけたら嬉しいです。ランチもありますので事前予約が必要になっていますので、必ず事前予約の方していただけると嬉しいです。概要欄の方にですね、詳細が書いてあるブログのリンクの方を貼っておきますので、よかったらそちらからご覧ください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。はい。それではですね、早速本題に入りたいと思うんですが、まあ、新型コロナとインフルの一緒にね、接種してもいいですよっていうことが、ここ日本でも言われています。まず先にですね、一緒に接種してもいいですよのところから見ていきたいと思うんですが、これ厚生労働省の、Q&A、ちょっとこちら画面出ますでしょうか。これ Q、新型コロナ〇〇〇とそれ以外の〇〇〇〇は同時に接種することはできますかというね、これ厚生労働省のホームページの中に載っています。この中に、アンサーでね、このように書かれています。新型コロナのあれとインフルエンザのあれとの同時接種は可能ですと。またそれぞれの〇〇〇〇を別の日に接種する場合の接種間隔についても制限はありません。要は一緒に打ってもいいし、別に何日空けなきゃいけないよってことはないので、まあ、基本的にはどういうふうに一緒に打っても大丈夫ですよという、国のスタンス、厚生労働省のスタンスになります。ただしインフルエンザのあれ以外のあれは新型コロナのあれと同時に接種はできません。互いに片方のあれを受けてから2週間後に接種できますというふうになっています。簡単に言うと、コロナとインフルのあれは一緒にしても大丈夫ですよというふうになっています。しかしコロナとインフル以外の〇〇〇〇とは同時に接種はできませんよ。必ず2週間以上空けて、してくださいねというふうに、書かれています。その下もね、ちょっと読んでみたいと思うんですが、新型コロナのあれとインフルエンザのあれとの同時接種については、単独で接種した場合と比較して、有効性及び安全性が劣らないとの報告があること等を踏まえ、令和4年7月22日開催の審議会において、議論された結果、実施が可能となりました。またそれぞれの〇〇〇〇を別の日に接種する場合の接種間隔についても制限はありません。この取り扱いはオミクロン XBB.1.5 対応の一家のあれについても同様ですというふうに書かれています。いやもう令和4年、去年ですね、2022年の7月22日の審議会において、まあ、この OK ですよということが可能になりましたというふうになっています。有効性及び安全性が劣らない、有効性も劣らない、安全性も劣らないという報告があること等を踏まえて、そのように同時接種が可能に なってますよというふうに書かれています。なので、コロナとインフル同時にしても、効果も変わらないし安全性も変わらないから一緒に打ってもらって大丈夫ですよというのが、この国のスタンスになります。しかし、いつもいつも申し上げていることなんですが、今回の新型コロナの〇〇〇〇は全く新しいタイプの〇〇〇〇になります。全く新しいタイプのね、まあ簡単に言うと今回の、新型コロナによって、出てきたものが人類で初めて使われるタイプのメッセンジャー RNA のタイプのものになるんですね。なので、長期的に、どのような副反応だったりとか後遺症だったりとか反応が起きるのかっていうのは当然ですね、これから長い年月見ていかないと、わからないことも多いんじゃないかなというふうに思うわけですね。しかし
もちろんその新型コロナのね、丸々丸々一つとっても長期的にはどうかわからないっていうことが、もちろん想像できると思うんですが、コロナとインフルと同時にしても安全性が劣らない、安全性もね、劣らないですよっていうのは何をもってこれはわかるのでしょうか。これがね、まあ普通のこう素人ながらに考えて、非常にね、疑問に思わないかなというふうに思うわけなんです。僕今回のね、コロナ禍で本当に思うのが、このね、素人の普通の感覚、当たり前の感覚っていうのがね、めちゃくちゃ大事だと思うんですね。専門家が言ったからとかではなくて、普通で考えて初めて使うものは、長期的に何が起きるか、それは心配だよね。とか、一緒にね、まあ、よく洗剤とかだと混ぜたら危険とかってありますけど、一緒にやっていいかどうかなんて、これから見ていかないとわからないよね。なんで安全ってわかるんだろうねっていう素朴な疑問ですよね。そういう感覚っていうのが、本当に本当に大事なんじゃないかなというふうに思います。そんな中ですね、これ、CNN のニュース記事になるんですが、10月26日に、公開されている記事になります。これ新型コロナ、インフルの〇〇〇〇同時接種、高齢者の脳卒中リスクわずかに上昇か、アメリカの研究というタイトルで、記事になっています。これ先に言っておきますが、これかもう絶対にこうリスクがね、めちゃくちゃ上がったっていうことが決定づけられている記事ではありません。ただし、いろんなね、安全性のものに引っかかって、これからきちんと調査しなければいけないよねっていうような、感じの、記事になります。しかしですね、これやっと今同時接種でひょっとしたらリスクがね、上昇してるかもしれないっていうことがやっと今分かってきてるということなんです。ということは当たり前のことなんだけれども、1年前に安全ですよってことがなんでわかるのってことなんですね。誰が分かってるのってことなんです。やってないのにね。ちょっとね、全部読んでると長いの、ちょっと一部記事を読んでみたいと思うんですが、高齢者は、新型コロナウイルスとインフルエンザの〇〇〇〇接種によって脳の血栓による脳卒中のリスクがわずかに上昇する可能性があるという調査結果をアメリカ食品医薬品局、これ FDA ですね。FDA が発表しました。アメリカの FDA がね、上昇する可能性があるということを発表したと。特に、両方の〇〇〇〇を同時に接種した場合、および85歳以上の高齢者のリスク上昇の可能性を指摘していると。これも、まだ結論付けているわけではないんですが、両方同時接種した場合、および85歳以上の高齢者のリスク上昇の可能性を指摘していると。リスクが上昇する可能性をもう指摘しているわけですね。FDA の専門家チームは、メディケア、これ高齢者及び障害者向け公的医療保険の保険料請求に関する記録を、調査しましたと。新型コロナとインフルの〇〇〇〇同時接種で、高齢者の脳卒中リスクが高まると指摘した研究は、これで2件目だった。これ初めてではないということですね。脳卒中のリスクが高まると指摘した研究はこれで2件目だったというふうに書かれています。同時接種によって高齢者の脳卒中リスクが高まる。これ2件目だったということですね。それによって FDA は高齢者の、あれの接種後の脳卒中に関するより広範な調査に乗り出したということになってます。要はこれからもっとね、これきちんと調査しなければいけないということで、これから大きな調査に乗り出したという状態になってます。だからまだ、スタートラインのような感じですよね、調査に関する。まあちょっと危険性が網に引っかかったので、これからもうちょっと大規模に調査しましょうねというふうに、流れ的になっているということになります。そしてですね、この最後のところ、ちょっと途中飛ばしてね、最後のところ、ここ重要だと思うので取り上げたいと思うんですが、CDC の専門家は25日、新型コロナの2価メッセンジャー RNA の〇〇〇〇を単独、あるいはインフルエンザの〇〇〇〇と同時接種した場合の虚血性脳卒中について、入手可能なデータでは安全問題を裏付ける明白かつ一貫性のある証拠にはならないと
と説明したというふうにこれ記事が最後締めくくられているんですね。すごく大事なことだと思うんですが、今回のコロナのね、〇〇〇〇を単独でした場合、もしくは、インフルのあれと、同時接種した場合、これ両方とも含めてですよ。単独もこれ書いてるんですが、単独の場合、もしくは、同時接種した場合の、虚血性脳卒中について、入手可能なデータでは、今現在入手が可能、できているデータでは、安全問題を裏付ける明白かつ一貫性のある証拠にはならないと説明したということなんですね。だから今のデータでは結局まだ分かってないっていうことなんです。安全問題を裏付ける。安全問題っていうのは、まあ、安全性もそうだし、危険性もそうだと思うんですが、それを裏付ける明白な証拠にはならないって、今あるデータでは。ということを言ってるんですよ。要はよく分かってないってことなんです。もっと大きな調査をして、いろんなデータを集めていかないと、ひょっとしたら単独でも、メッセンジャー RNA のね、新しいタイプのあれの単独も含めてこれ書かれています。単独でした場合、もしくは同時接種した場合、共にですね、もっときちんと広範囲な調査をしないと、今の段階では分からないってことを CDC も言っているということなんですね。ということは、これどういうことかっていうと、最初の話に戻るんですが、これ、長期的に見て、これ同時接種。まあもちろん単独も含めてですね、単独で打った場合、同時をした場合、どのようなリスクがあるのか、本当に安全が、なのかどうか、どのようなリスクがあるのか、まあそういうことも含めてですね、まだよくわかっていないし、ひょっとしたら脳卒中のリスクが上昇するかもしれない。その安全性にちょっと引っかかっている。っていうことが、記事になっているわけなんです。しかし、今、厚生労働省はこのように書かれています。有効性及び安全性が劣らないとの報告があること等を踏まえて、実施が可能となりましたということで、コロナとインフル同時にしてもいいですよというふうになってます。安全ですよということを、謳っているわけです。さあ、これたびたび申し上げていることなんですが、今現在、今回の新型コロナの、〇〇〇〇ですね、実は予防接種健康被害救済制度という制度があるんですが、それのですね、申請の受理件数がやっぱりどんどん今増えてる状態です。これ10月26日現在、これ臨床薬学博士の堀内ゆかり先生が作られているデータちょっと使わせていただきますが、これ非常にわかりやすいですね。堀内先生、本当にいつもありがとうございます。9222件になりました。このうち、まだ着手されてないものが3404件あるんですが、これ審査が終わっているもので、認定されているものが4914件あります。この予防接種健康被害救済制度というのは、幅広く迅速に救済するということを目的にしているので、因果関係が、絶対にそうかどうかわからないものでも、否定されないものに関しては、これ認定されていくわけなんですね。それを踏まえてですね、いや、みんながそう、あれのせいで認定を受けてるわけじゃないんだっていうことを言われる結構専門家の先生だったりもあるんですが、裏を返すとですね、絶対に違うってことも言えない数ということになるわけなんです。それの可能性があるということですよね。ものが、認定されているものが4914件あるということになります。そのうち死亡一時金等の、死亡にまつわる、認定というものが今現在実は323件なんですね。しかし、これ、まだ審査がね、終わってないものがいっぱいあります。これ、死亡にまつわる、死亡一時金等にまつわる、申請の受理件数というのが、実はもう983件になってるんですね。そのうちの認定されているのが323件なんですが、だから、600件以上だと思うんですが、まだ未審査の状態になっているということなんです。で、いや、こんなにね、たくさんの人が打ったんだから、4650件の認定数とか、死亡一時金等の300件っていうのは、そんなに多い数字なんじゃないんじゃないのっていうふうに思われる方も見えるかもしれませんが、これいつも言っていることなんですが、こちらの図出ますでしょうか。過去40何、5年間の定期接種による全ての〇〇〇〇、いろんなね、全ての過去45年間のですよ、〇〇〇〇、新型コロナのね、あれを除いた、他すべての45年間分の、この予防接種健康被害救済制度に、45年間の累計で、この認定されている件数っていうのが3522件なんです。そのうち、死亡一時金等に関する、申請というのが151件なんですね。
左側の黒い数字です。そして右側の数字が今回の新型コロナの丸々丸々、約2年半の数字ですが、45年間の3500件を軽く超えてしまって4650件になっています。そのうち死亡一時金等に、関わる認定というのが45年間151件に対して、実はもう倍以上のたった2年半で323件に上っている。しかもまだ未審査がたくさん残っている状態であるということなんですね。で、この数字がね、全部因果関係があるかどうかっていうのはちょっと後の話なので、これわからないんですが、少なくとも同じルールにのっとって、過去45年間もずっとこの予防接種健康被害救済制度っていうのがあるわけですから、それと比較してみると、残念ながら、異常じゃ、異、もう尋常じゃないほどの数字になっているということなんですね。これ、もう、残念ながら、人類始まって最大の問題に発展していると捉えてもいいんじゃないかなというふうに思います。そのぐらいの大きな数字が出てしまっているわけですね。数字として。しかし、なぜか未だに厚生労働省は、稀にという言葉を使ったりとか、安全性に重大なね、懸念は認められませんという言葉を使ったりとか、今回の同時接種についても、安全性は劣らない、だから大丈夫ですよということを言ったりしています。しかし、これ何年間かして振り返ってみると、だんだん少しずついろんなことが分かってきていたりとか、いろんな数字が出てきてしまっているっていうのが今回のことじゃないかなというふうに思います。それに対して、まあ、いつも言っていることですが、残念ながら政府は国民の方を向いてくれていません。こういうことをね、きちんと分かるように説明もしてくれていないわけなんですね。だから、自分たちのことはもう自分たちで守るしかない。そして自分で考えて自分で判断するってことですね。それが本当に必要なんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、今回はですね、新型コロナとインフルエンザの、まあ、同時接種について、ちょっとお話をさせていただきました。僕はですね、まあ、削除対策用で、まあ、過去にですね、かなり動画が消されておりますので、メインからフィフスまで全部で5つのチャンネルを使い分けております。もしまだの方はチャンネル登録全部していただけると嬉しいなと思います。そしてですね、もう一つ、僕は毎年カレンダーを作らせていただいてるんですが、2024年のカレンダー、今予約受付中です。こちらも詳細概要欄の方にリンク貼っておきます。たくさんのお申し込みをいただいていても、1000冊を今超えてるみたいなんですが、本当にありがとうございます。引き続き応援よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。